マサキ藩、松前藩は、都東国津軽郡、現在の北海道マサキ正マサキ町に居所を置いた藩である。藩主は、江戸時代を通じて、松前氏であった。後に城主となり、同所にマサキ福山城を築く。居城の中から、福山藩とも呼ばれる。慶応四年、居城を、領内の檜山郡厚佐部町の館城に移し、明治期には、館藩と称した。 価格は、戸様大名の一万国格、幕末に三万国格となった。江戸時代初期の領地は、現在の北海道南西部、大島半島の和人地に限られた。残る北海道にあたる江戸地は、次第に、正木藩が支配を強めて藩領化した。藩と藩主の財政基盤は、江戸地のアイヌとの交易独占にあり、農業を基盤にした。 爆藩体制の統治原則に当てはまらない、例外的な存在であった。江戸時代後期からはしばしば幕府に、江戸地支配を取り上げられた。正木藩の師匠、白木の記録によると、師祖は、室町時代の武田信広、会源氏、若狭武田氏の子孫とされるである。信広は、安藤世紀より、上国死後に任ぜられた柿崎樹、重の後継者となり柿崎氏を乗り、 現在の大島半島の南部に地位を築いたという、柿崎敏弘の時には、主家、安藤春季の主導の元統治の地古も隊員及び、西地の橋隊員のアイヌと和睦し、遺敵の小白王冠の派と、江戸地支配の基礎を固め、その子である松前義弘の時代に、豊臣秀吉に直接侵入することで、安藤氏の支配を離れ、慶長四年、 1599年に徳川家康に復して江戸地に対する支配権を認められた。江戸初期には江戸投主として客信扱いであったが、五大将軍徳川綱吉の頃に交代寄り合いに列して旗本大遇になる。さらに、教皇四年1719年より1万国格の柳間詰めの大名となった。 当時の蝦夷地では稲作が不可能だったため、正木藩は無隆の大名であり、一万国とは後に定められた、核に過ぎなかった。慶長9年、1604年に、家康から松前義弘に発給された、国印状は、正木藩に、蝦夷、アイヌに対する公益独占権を認めていた。蝦夷地には藩主自ら交易船を送り、家臣に対する治療も、 江戸地に商い場を割り当てて、そこに交易船を送る権利を認めるという形で、慣れた。正木藩は、大島半島の南部を和人地、それ以外を、江戸地として、エゾ地と和人地の間の通行を制限する政策を取った。江戸時代の初めまでは、アイヌが和人地や本州に出かけて交易することが普通に、行われていたが、次第に、取り締まりが厳しくなった。 正木藩の直接支配の地である、和人地の中心産業は漁業であったが、二神が不良になったため、江戸地への出稼ぎが広まった。城下町の正木は天保四年、1833年までに人口1万人を超える都市とな繁栄した。藩の直接統治が及ばない、江戸地では、漢文九年。 1669年に、借社員の戦いに勝って、西江ぞ地のアイヌの政治統合の動きを挫折させた。遠方46年、1673年に、江蘇市に、檜山を開き、檜山奉行を置いた。檜山は、厚沢部川流域から上国天の川流域の森林地帯であり、日馬を檜と称した地域の俗称そのままに、檜山とされた。日山奉行所は、 この森林地帯を7カ所に区分し、同年2月に木川萩や地木伐採を禁止し、また伸びを放つことを禁じる等の天然林の保護策を定めた。また、アスナロ等の材木を、造船や他藩との交易物として活用する一方で、伐採を出願制としたことから、他藩からも山氏が訪れるようになり、こうした山氏による伐採の運譲金は、藩の財政の一端を担った。 しかし、元禄八年、1695年4月に、日山で山火事が発生し、過半数の樹木が消失したことから、かねてから他の地域で伐採を請願していた山市の日田や、旧米からの訴えが認められ、池尻別、猿九十里、釧路あっけし、夕張り、石狩等における、江戸松の伐採が許可された。山市により伐採された江戸松は、 石狩川等の川を下って、石狩川口から本島へ船で運ばれ、江戸や大阪でその材質の高さから、障子や和毛物へと加工され流通した。18世紀前半から、正木藩の家臣は公易権を商人に与えて、運上金を得るようになり、場所請け負い性が広まった。18世紀後半には、藩主の直営地も、場所請け負いとなった。受け負った商人は、 出稼ぎの日本人と現地のアイヌを働かせて漁業に従事させた。これにより、正木藩の財政とエゾ地支配の根幹は大商人に握られた。商人の経営によって、日清、酒、昆布など、北方の海産物の生産が大きく拡大し、それ以前からある熊川、高羽などの希少特産物を圧するようになった。生活物資の中心となる米は、 対岸の広崎藩から独占的な供給を受ける取り決めが結ばれていたが、1782年から深刻化した天明の大飢饉の期間は輸送が途絶大阪からの海藻船による米の輸送が行われ、ますます西日本側との結びつきを深めていく。魚場の拡大に伴い、日本人は東へ土地にも入り込んだが、その地のアイヌは自律的で、 藩の支配は強くなかった。この頃には、江戸地全体で商人によるアイヌ市役が次第に過酷になっていた。東江戸では、完成元年、1789年、受け負い商人がアイヌ市長を毒殺したとの噂からアイヌが放棄し、くなしじめなしの戦いへと至った。18世紀半ばには、ロシア人が千島を南下してアイヌと接触し、日本との通行を求めた。 マサキ藩は、ロシア人の存在を秘密にしたものの、ロシアの南下を知った幕府は、天明5年、1785年から調査の人員をしばしば派遣し、完成11年、1799年に、藩主マサキ弘広から、江戸地の大藩を取り上げた。すなわち1月16日に、東江戸地の裏川、現在の浦川町から、 知床半島間を七年間常地することを決め、8月12日には、函館から浦川までを取り上げて、これらの常地の代わりとして、武蔵区に埼玉軍にご戦国を与え、各年に若干の金を給付することとした。今日は2年、1802年5月24日に七年間に及ぶ常地の期限を迎えたが、江戸地の返還は行われなかった。文化4年。 1807年2月22日に、西伊草地も取り上げられ、道の区国立軍柳川に九戦国で天保となった。なお、これ以前に前藩主であった松前道博が宝刀を咎められて、英畜居を命じられた。文政四年、1821年12月7日に、幕府の政策転換により、江戸地一円の支配を戻され、正木に復帰した。 ただし藩を挙げての幕閣重鎮に対する表裏にわたる働きかけも確認されている。これと同時に、正木藩は北方警備の役割を担わされることにもなった。開営2年1849年に幕府の命令で正木福山城の築城に着手し、安政元年1854年10月に完成させた。日米は新条約によって、 箱館が開港されると、幕府は再度江戸地の直轄化をもくろみ、松前忠宏の大の安政2年、1855年2月22日に、乙部村、伊北、彦内村伊東の江戸地を再び召し上げられ、大島半島南西部だけを領地とするようになった。代わりに、道の区国両側と出羽国村山郡東根に合わせて3万国が与えられ、 では国村山郡尾花沢一万四千国が、小見高として預かり地とされた。合計で四万国余りに加えて、別途手当金として年に一万八千両が支給された。しかしこれらよりよほどに儲かる、江戸地の公益権を失ったために、財政的には以前より厳しいものとなった。源氏元年、1864年に、松前忠宏が、老中に就任すると、 乙部から熊ま市まで八家村が、正木藩に戻された。しかし、手当金七百両が削減された。領地の上地や、信仰の函館の繁栄のせいで、正木藩の経済状態は、藩士も正木城下の民も苦しいものとなった。明治二年、1869年六月二十四日、十四代、藩主、松前治博氏は、藩籍奉還を願い出て許され、 立藩知事に任じられた。同年、北海道11国86軍が置かれている。明治4年7月14日、1871年8月29日に、廃藩地県で、館県になるまで、立藩は2年間存続した。藩名の由来は、朝廷から西部アッサブ村の館に、新城を建築することを許されたことによる。成長については、完成前に、 函館戦争が始まったため、当初は以前と同じく、福山城にあった。松前氏が母親戦争の中でも、東北戦争の時点では奥越列藩同盟に参加していたが、勤皇派の正義隊、正義隊が反省を掌握して、新政府側に寝返った。新築の館城に移って、立ち藩として、函館戦争で旧幕府軍と戦った。 戦後処理では前日の経緯により、旧幕府軍に協力した者を逮捕及び裁判の上、処分した。処分された者の数は、町人、武士問わず九十四名、町内引き回しの上残首された者は十九名。また、明治二年に口番所、正木、江差さが廃止され、代わりに、函館、すつらに、海館所が設置されたため、口番所の口収益に依存していた館藩の、 財政は深刻な打撃を受けた。明治3年12月には、館藩の訴えにより、正木、き、江差の両会館所とも服したものの、インフレによって財政難は解決されず、さらに、オランダ商会、藩内の商人への借金及び、藩札の大量発行を行った。政治的にも、藩政を掌握した正義体と反対派が対立し、反対派は開拓しに、 正義隊への非難を訴えるなど、不安定な状態が続き、廃藩に至るまで解消されることはなかった。明治4年、1871年7月14日、廃藩地権により官藩の丘陵には、館県が置かれた。立地県の範囲は、都道国に属する西軍、檜山軍、津軽軍、福島軍の4軍であったが、同年9月、立地県は、道外の広崎県。 黒井県、都南県、七戸県、八戸県と合併、広崎県、後の青森県の一部となり消滅した。松前江家、戸様客進閣、旗本閣一万国閣三万国閣。明治維新後に、伊達郡三十一村、旧棚倉半領十一村、幕府領二十村が加わった。当初は、江戸地、北州全域が、正木藩の所領であったが、 和人地の一部を除き上地され、天領となった地域には、函館武行が置かれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。